スティーブン・スマイルスティーブン・スメールはアメリカの数学者。専門は微分トポロジー、力学系、数値解析。ミシガン州フリント生まれ。ラウル・ボットの指導の下、1957年にミシガン大学で PhD を取得。その後、シカゴ大学、プリンストン高等研究所、カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア大学を経て、カリフォルニア大学バークレー校に戻る。 1995年から香港大学教授。1962年にはコレージュ・ド・フランスの客員教授を務めた。1966年にフィールズ賞、ベイブレン賞を受賞。業績として特に実力学系においてスメールの馬蹄型写像を生み出し、双極型構造を安定な力学系の理論を構築した。カビ分体体上でモース関数を使用して、 高次元、ポアンカレ予想を解決した。馬邸型写像を応用し、カオス理論にも貢献した。一時期には、経済学に関する論文を書いていた。マイケル・クライトン作、ジュラシック・パークに登場するヤン・マルコム博士のモデルと言われている。ありがとうございます。